9月26日に開催されたジュニア選手の世界一を決める BWF 世界ジュニア2023アメリカスポケーン2日目は団体戦の予選リーグが行われた7月のアジアジュニア選手権インドネシアに続く団体優勝を狙うジュニアナショナル U19 代表は予選リーグのグループ B 第3戦でシンガポールと対戦日本勢は8月のインターハイで活躍した沖本雄大 宮崎由か、山北なお、須藤海平が勝利を飾り、5対0でシンガポールをどけた。日本は27日に予選リーグ最終戦の相手となるカナダと対戦。勝てば予選リーグ1位通過で上位の決勝トーナメント進出が決まる。26日のリーグの結果は以下の通り。下向き黒三角予選リーググループ B 第3戦、9月26日、日本、2勝、5。 ゼロシンガポール XD 中静香優と、田口真彩二対レーンゲスラッシュ LI23 分 MS 沖本優大2の一ラウジュンフイマーカス62分 WS 宮崎ゆか2の0リーザン YI ミーガン28分 MD 中静香優と、松川健太2の0キャット。ノア23分 WD 山北なお、須藤海肥2の0変来30分。